ようこそ男の世界。ではでは今回は第2部のバトル行ってみましょうか。誰が勝ち上がるのかな、楽しみだな。なんか意外なやつがさ上がってくるからさ、すごい何が起こるか分かんない。さあやってきたよ、第2部の開幕。どっちが勝つかな。ここよ、ここ、ここにちゃんと俺がいるの見落とさないでほしいのよ。やめろ、人間の寿命はどうせ短い、死に急ぐ必要もなかろう。なんか掛け合い変わった、こんなんだった。足りなかったのと、クラッカーボールが完成。オーバードライブ、カモン、そのキャッチ、さっさまたやらせていただく。オーバードライブ、クラッカーボールが完成。その程度です。おお、コンボ決まった、すごい。うわー、馬が来たよ、馬が。ファイナルモード、コンケスタ。あ、いや、ファイナルモード強っ。めっちゃ入るな。めっちゃいい勝負しとる、やば。脳みそ足りなく、次にお前はラムというラム。そんなことしてるから時間切れになっちゃうって。終わったな。めっちゃいい勝負するな、やばいな。マジでどっちが勝つかわからない。意外とワムーが優勝するかもしれない。いやいやいや、もう時間が、時間が。ジョセフ寝たやん、もう完全に。大きな眼差しを持ち、生意気なセリフを張る。タフな男よ、ちっぽけな根性が実にタフだ。まさかのだったな。一戦目すごい良かったのにな。第2試合、シーザー対エシリシ。エシリシ、お前がここに。貴様の波紋、ちょいと気に入ったぞ。来い、遊んでやる。ラウンドワン、ファイト。そこにルデディカを持って、ファイト。ルデディカを、カリンノのモード、ドケーニャモン、カリンノを大差すでに見切っている。
めっちゃダメージ入ってうわーすごいいい勝負逆転勝利だねすげえいい勝負。以前ならいざ知らず、今のこのシーザーが負けるわけがない。これ分からんぞ。どっち勝つんや。個人的にはシーザー勝ってほしいけどな。ちょっと主人公組が全滅するのが一番嫌だった。おい、すごいことになってる。うわー勝ったシーザーが。しかしすごいいい勝負。やばいね。強さを実感できる。リサリサ先生の特訓の賜物だ。じゃあ次はリサリサ先生だな。ちょっと今回6人なんでね、ここはシード枠にします。さあどちらが勝つか楽しみ。もうお前を女とは。このカード全能力を注ぎ込んで倒してやる。カーズのこの気配、
上から来るようで下から来るようでもある。さてどうだ。これは危険だわ。冒涜は許さぬか。サンライトイエロー。さてどうだ。サンライトイエロー。最下等のモード。やめなさい。やめなさい。ここへ。勝てばよかろう。サングラスどっか行ったね。吹っ飛ばされたら外れるんかな。すごいいい勝負しすぎてやばい。今殺してやる。しょうがない。最下等のモード。しょうがない。どうじゃ受け泣き散らすのみ。うわ逆転？どっち？逆転だ。すごい。マジでどっちが勝つかわからん。それは許さない。はい。マップに切断するか。切り切断で。受け泣き散らすのみ。カモン。大使切り刻んでやろう。記念に立って切り刻んでやろう。サンライトイエロー。やめなさい。遅い。サンライトイエロー。切り刻んでやろう。切り刻んでやろう。記念に立たないとイエロー。サンライトイエロー。これは最下等のモード。泣き散らすのみ。これは。私に触れられるかしら。すごい。リサリサ先生強っ。身分と強さは一致していない。マジで勝ったやん。よかった、主人公チームが残ってるね。準決勝、バムー対シーザー。こいつは今何か見えたようだったが、錯覚か。貴様はシャボン玉を使うシーザーとか言ったが、もらった。どうかろう。シャボンレンズに今からシャボン蹴り。かかってこ、ダブルエンジン。
イサリサ先生の訓練効果は素晴らしい。まずはシーザーが一勝。やばいね、めっちゃ見入っちゃう。すごい。全部書いた。まさかの。どっち？満足だ。ワムーか。いやー、個人的にはね、シーザーとねリサリサのね決勝戦が見たいんでね、ワムにはご退場いただきたいんですが、シーザー頑張ってほしい、応援してるわ。お、決まった。すごい。すごい、シーザー勝った。やるね。じゃあこれで決勝はシーザー対リサリサ。さあ勝負が始まる。やばいな。まさかの決勝だな、シーザーとリサリサが。あなたはもっと強くなる可能性を秘めている。お手合わせ願います。ラウンドワン、ファイト。スーパーエイジャー、を守るのが私の使命。こうで、こうで。何らかすごいポーズが、ポーズがすごいよ先生の。スーパーエイジャー、を守るのが私の使命。スーパーエイジャー、ロケットを守るのが私の使命。そこに近づく。
あ、どっちも底力発動。うわあ、まずはシーザーが一勝。リサリサ先生の訓練効果は素晴らしい。私に触れられるかしら。するなよ。来ないよ。あもっ。受けなさい。攻撃は許さない。受けどけ。踏みつぶされても死なぬぞ。しょうがないわ。それ多聞蹴り。うわー、それそれ多聞蹴り。攻撃は許さない。わあ、すごいね、圧勝だったね。ご指導ありがとうございました。シーザーの圧勝だった。ってことは第2部はシーザーの優勝です。イエーイ、おめでとう。じゃあ次回は第3部いきましょうか。